お待たせいたしました。本日は第41期十段戦ベスト16 C 卓2回戦の模様をお届けしてまいります。実況を務めます松田彩香です。解説は第39期鳳凰位弘柴田プロが務めます。柴田プロよろしくお願いします。お願いします。それでは2回戦早速対局場の準備ができたようです。第41期十段戦ベスト16 C 卓2回戦対局のスタートです。2回戦は並び順チーチャより魚谷、なんちゃです古川、シャーチャ手塚、ペーチャ日吉の並びでスタートとなります。なおルールは一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルール、ご飯ちゃんを戦い上位2名がベスト8へ進出となります。引き続きよろしくお願いします。親番魚谷のハイパイです。ドラ1枚ソーズで1メンツ、なんちゃ古川です。こちらも両面が2組、ピンズ1メンツでしたでしょうか。シャーチャ手塚です。ペーチャ日吉はウーソーがあんこ。いや1回戦はね女性が強いような。強かったね。はんちゃんでしたけれども。手塚さん好スタートを切れましたね。思えばねツイーソーチャンスのありましたね。スタートがね開局でいきなりでしたっけ。そうですね、スタートダッシュを決めて、トップスタートとなりました。2回戦古川がねちょっとマイナス大きめのスタートとなりましたが、大きいマイナススタートでしたがまだあと4回あるんでね、まだ長いですね。まだまだあります。ドラドラ魚谷、ただ日吉さんは今回死んじゃうと多分苦しいと感じちゃうかもしれない。まあ古川さんもここ沈んだら苦しいよね。そうですね、っていう戦いになってるんじゃないかな。まあ沈み3着ならねまだ2万点台の3着、例えば、マイナス10ポイントぐらいつくんだったらどうにかなりますけど、できれば浮きたいって思いますよね。思いますね。一方手塚さんは多分このあとどこかで一度は苦しい場面が来ると思うんですよね。そこをどう乗り越えるかが僕はポイントだと思います。やっぱり一日いいっていうのはなかなかないんで、残りご飯ちゃんね。そうですね、ただ2回戦3回戦とポイント伸ばせるようだとだいぶ気持ちも余裕持ってて楽な展開になりますけどね。そういえばなんか歩くトーナメントなんていうね、歩くトーナメント、はい肩がそばにいるような気もしたので、いろいろ今日に向けてね練習なんかもたくさんされてきたんじゃないかなとは思いますけれども、戦い方はどうなんですかね。似てるんですかね。どうなんですかね。佐々木久人プロですよね。どちらもこうシンプルな戦い方で来るのはなんかイメージありますよね。押し引きとか全部シンプルな感じ。今回はそんなね手塚プロの対局を楽しみにしているファンの方も多いかと思います。ね、9万の扱い難しかったですね手塚さんは。ドラの9万。古川さんは来ましたよ。差し子とチュンバック。チュンも3色もあるしみたいな。どっちもあるし、このドラのね扱いが難しかったという手塚。そして魚谷もね選択いろいろありましたが、今回はこのね。まあこの話。まあテンパイか。ドラさんでカンパーピン待ちリーチを選択です魚谷。リャングーソー非常に薄いところだったんですが引くことできました。古川さんは単葉の形にしましたか。単葉でしょうか。イースチピン一応振り点ですけどね、いいピン打ってるから。パワーピンってめっちゃいます。山に4枚。4枚。カンちゃんがなんと山に4枚。まあ引けるかどうかですね。あんまり打たれるような感じの牌ではないんで、大和の勝負になりそうか魚谷。三好もいいシャンテンまで来ています、うん、そのパワーピンは欲しい。はい、パワーピンは使える。山に4枚カンパーピン待ちリーチをしているのは親番の魚谷、そのリーチを受けているのがどう立ち回る手塚。折り切れそうですね。うん。魚谷さん親だもんね。親ですね。親リーチは行きづらい。日吉も撤退。積もったー。魚谷の積も上がりです。リーチ積もドラさん4000ゴールの上がり。間違いないですね。マンズ残しなんて手もあったんですけどね。カンパーピン上がってね。ちゃんとないいいシャンテンからいろいろありましたが、カンパーピン4000ゴールの積も上がりは魚谷優美。と1曲1本場へと移ります。ドラローマン親番レンチャンハイパイはこちら3トイッツドラ1枚678もあるかありますね。3色なんちゃ古川は3トイッツ手塚です。マンズ1メンツドラメンツ完成しています。ドラを引いたのは日吉。まあ厄介な人がリードしましたね。ここはね。魚谷は第39期の十段位、うん。女性初のね。はい、女性初の十段位。他にもね、うん、取ったタイトルの数は数知れず。そうですね。うん、まあ女性初って言いましたけどね、魚谷さんなら。もう一回10段取っちゃうんじゃないかっていうぐらいね、そんな普通に思っちゃいますよね。思いますね。もう一回取っちゃう。そんな雰囲気さえ感じさせる魚谷、うん、まあ現10段のね三浦さんに挑戦状を叩きつけて、うん、みたいな。まだ16ですけどね。まだね、うん、もうちょっとあるも、ね、この先ね先は長いですが、ね、白をポンしていきましたなんちゃ古川。ただここはその挑戦状を叩きつけたいところですよね、うん、本当。前回決勝まで残ってベスト16シードで魚谷はこの舞台に来ています、ね、そうなんです。川さんはトントイもあるけど、まあ、白波もあるよね。うん、どちらもあるような手が立ち、日吉はこちら統一が多いけど瞬通にまとめたいところ、うん、みたいなね。小そう泣いて678か3色仕掛けですか魚谷。苦しい手ですが積極的な仕掛けに出ましたね、うん、まああそこ泣かないとチートイツとかねで降りちゃう可能性もあるから、うん、できる限り前向きに選択したんじゃないですか。さあこの7万はさすがに親にはもう打ちにくいよね。単用にしましたか678よりは。本当だ、魚谷の手が少し変わりました、うん、僕は6万使い切っちゃうから8万切っちゃいそうかなと思ったけど。そしてパーピンポンして、うん、シャンテン魚谷親番。まあこっちの方が形が柔軟ですよね。いろんな形に変化できるんで。678でやっちゃうともうこれとこれって決まっちゃうんで。7と7がね結構ネックにはなりやすい。ね、うん、今回は単用に変化しました魚谷。いいシャンテン。古川手がなかなか伸びない。見せてくれない。3品。3品。あこちらもいいシャンテン。しかも4含みですか？ね、手塚さんがいい形になりましたね。いやー手塚が来るぞ。来るね。うん。思ったより手悪いもんねみんなね。そうですね。魚谷も仕掛けてる割にカンチャンカンチャン。古川さんもシャンポンカンチャンカンチャンって。結構難しい手ですもんね、うん、まだ。日吉さんはうわーちょっと行きたいな。うん。チーピンク？チーピンクか。まずは数層。広がったけどまだ苦しいですもんね魚谷。あ、トイトイに決めました。非常に決めたのっていうか、安牌持っていたかったんじゃない？安牌持っていたかった。全面的にもうこれはね、そこまで目いっぱいに構えられないって感じですよね。ああ、テンパイ。おお、シャンポンにした。シャンポン、リャンピンがいいってことかな。スーピンがいいというよりはリャンピンですよね、狙い目は。トイトイなりそう。あ、動いた。まあこれなら E ピンでも上がれる形ですか。はい、テンパイ、イスチーピン、どれが出ても上がれます。3受けた。カウマンがマンズの形がやっぱ苦しいんでしょうね、あれは。苦しいという判断になったか日吉、現状この形リャンピン、スーピン、シャンポン、そしてこちらはトイトイ含みのいいシャンテン、古川リャンピンだ。魚谷の上がりになりました。タンヤオドライチ2900、一本馬3200。魚谷苦しいところからでしたが仕掛けた上がり決めました。本局に本馬魚谷親番連チャンです。ドラは3ピン。一時はね、誰が早いのか手塚さんが一番いいんじゃないかなと思ったけど、魚谷さんがね、はい、捉えましたね。そしてこのハイパイですよ。ああ、ただもちもちですってトン。トン？これは魚谷もちょっと、ああ、そして日吉が低チュンと一通。ドラもあったよね、日吉さん。ありましたね。じゃあ仕掛けてね、3900になればいいかなと。まあ2000点もあるけどみたいな。2000点でもいいけど、できればね3900かな。でもペイもちもちだ。ただ圧倒的に痛いもちもちは魚谷ですよね。ドライチイーシャンテンですが、これトンはな山にはない。持ってるのは古川、なかなかね出てこなさそうな。そうね、古川さんのトーンなかなかね、自分で使いたいぐらいですもんね。チュン泣いていいシャンテン、日吉です、シャンポンにしなければね、最後の街をどうにかなりそうですね。やっぱりシャンポンにするも結構あるんですかね。まあ、だってあ、ここを待ったのはこれはもうすんなり、ね、手なりで両面テンパイ、日吉。魚谷さんがリーチすると局面は変わるかもしれないですね。いいシャンテンですけど、もうそうですね、仕掛けたい手ではありますが、面前でリーチももちろんあります。魚谷リーチをしてしまえばね、もしかしたら出ないとも出ちゃうかもしれないですからね。はあ、ありますね。現状は出なさそうだとんですが、ただ日吉が上がりきるか。いいスーピン、相当いい町です。いいスーピンは山に6枚。6枚普通は上がれそうですよね。普通はね、さっきでも日吉6山上がれなかったですからね。ありましたね。はい、そんなこともありました。ピンパーピンが通ってる。伸ばしたいとかもあるんですか。いや、後々のことを考えたんじゃないかな。ああ、安全なパーピンを持ちたい。ね、安全なパーピン持ちたいのか、それとももう間に合ってない。あ、いいピンはもう無理かな。これはいいピン。日吉の上がりになりました。チュンドラ1、2000は2600の上がり。日吉が上がり切りました。そうね。と2曲です。ドラスーピン。日吉さんって脳内実況とかするんですかね。ああ、やってんのかね。これは出ちゃうかみたいなね。まああるだろうね。僕持ってて実況のこんな感じなのかなって考えちゃうこともありますよ、ね。ありますか。ああ、面白い手配。続か。なんかね、一回戦もあったもんね。ありましたね。なんか思い出されますね。リャンピンのポンからですかね、古川。リャンピンないよ。リャンピン今1個落ちちゃった。ありますあります。はい、大丈夫です。リャンピンポンからです。タンヤオですかね、うん、手塚の手が気になる。3つ統一だもんね、うん。なかなか3つも統一なことねないですけどね。スーピンドラか。うん、ドラ1枚抱えている。うーピンもポンできたぞ。古川だ。もうスーピン切りたいよね、手塚さんのがね。うん、使い道がちょっと少なそうですよね。縦以外はもうウーピンもリャンピンもねポンされてる。受けちゃうときつくなるね。手塚1回戦トップですが、2回戦は少しポイントを減らしてポン2局。想像は全然切りやすいんですけどね。想像切っちゃうと自分の手配の価値がねなくなっちゃうんで、上がりたい手ですよね。想像の本質で上がりたい、できれば。大さんはまあ3品はどうなんだろうね。ニャンピンムーピンポン入ってるから、もしかしたらいいんじゃないか。うん、手の中ぐちゃぐちゃですからね。まあまあね、古川さんね、実際はい、まだぐちゃぐちゃ。ただこういう手混ぜてくるからね、本手の時分かりづらいですよね。さっきのありましたよね。ありました。ドラ三蔵あんこの手配なんかも、手塚さんチーソー泣きたかっただろうな、あれは。いや泣いてない、本当だ、スルーです。この感じ、そう、ああ、いけいけってこうね来てますけどね。来てますけど、いやいかないんだ。手ずでしたか。スッチピンは古川がピンズの本一とかに見えるのかな。まあ打ってる見てる方と打ってる方もだいぶ体感違いますからね。実際はね後ろから見るとまだまだなんですけどね。単用じゃないよな、古川さんとかね、疑心暗鬼になっちゃうよね。じゃあ本一なのかトイトイなのかとか。実際ねこういう自敗をね後に出す、ね、ああ自敗かって、でも全然自敗でもなんでもないって。あ実際は ね、うん、見せ方がうまいんですよね。日吉もここで考えます。ターツ選択、カンチーマンターツ払っていきました。ここら辺もピンズのが悪そうですけどね。なんかローピンちょっとよく見えたりもするんですかね、ローピン。うん、まあピンズ打っちゃうのが、まあ、最悪のケースがあるからじゃない。ペンチーピンとかでさ、宝珠もありますもんね。うん、今回さ自敗が高いっていうか、手塚さんが自敗実はいっぱい持ってて、日吉さんからしたらダブとあんこのペンチーピンなんか全然ある感じ。日吉さん古川さんの手がねそこまで いってる可能性もありますもんね。ね、うん、もちろん全然の時もあるんだけど、いざそれが入っちゃった時にね、うん、第一弾のリャンピンポンでしたもんね、そういえば。うん、リードしてる魚谷さん痛くないよね、こういう曲の進み方は。お、いいシャンテン戻ってきましたね、手塚。ドラが浮いてる。この自敗の手出し早だよね。だってスーピンはだってね18,000って言われてもね、単用トイトイドラさんとかよく嫌だよね。嫌です。1回戦ねいいトップ取った後にね、ここで18,000だから白動けないですよね。白動けずでした。これ動けずね、白2枚目でしたが手塚は動かず、なぜならドラが浮いてるからと。リャンピンカンパーピン、リャンピン振り点ですか。そうです、第一だね、リャンピンでしたが、いいシャンテンではあります。手塚こちらもいいシャンテンまで来ました。魚谷、ただ初が打てるかどうか。お、打てる。ツが打てるようになりました。いやー、日吉もここで撤退。初が打てるようになった。いい数万逆折りを。いいタイミングだね。うん、振り点でもない、数万危ない。ね、うん。あ、今危ない。今だ。魚谷が上がりました。ピンフドラ1 2000点。いや、魚谷ここ粘り。うん、粘ったしね、間がいいよね。初が通った初ね。そうですね。トン三局へと移ります手塚の親番です。ドラバリアンゾー。いきなり試練がやってきましたね、手塚さんには。うん、これですよね、この苦しい時間。しかもハイパイ悪すぎる。第一打シャーから。日吉の手はいい。チュンといつ。トラ1枚。こちらマンズ一メンツは魚谷。ペイチャです。古川はピンズ一メンツ。ナンガといつ。お母さんはさすがに泣く手じゃないですからね。この手はちょっと泣けないですかね。どうするかね。いくらなんでもちょっと。でも本当にこう自分の引き出しが狭いんだなっていうか、こう仕掛けが多い方のね、あそこ仕掛けてその役にいったかみたいなのはね、本当に武川さんのね、勉強になるなって思いながらいつも見てますけど、相手が引いてくれるならああいう仕掛けはね有効ですけど、リャンピンのポン前局ね、突き進んでくる人に対してはあんまり聞かないですよね。今回のメンバーはなんかお互いの手の内みたいな比較的どうなんですかね、知ってるメンバーなんですかね。どうだろうね、古川さんはそんなに意識しなさそうな気がします。そこまでね、吉さんや手塚さんの麻雀を見てるイメージはないですけどね。古川さん、まあ、対応す、相手に対応というより相手に対応させる麻雀ですから、はい、俺を見ろっていう感じですかね。かっこいいですね。俺は見ないから、俺を見ろ、かっこいい。俺を見ろみたいな。じゃあサーフィン打法ならぬなんか俺を見ろ打法だった。あ、ゴロチ3色きました日吉。1回7万。1回7万っぽいですけど、どうなんでしょうか。他の選択をか。急走か。ゴロでさらに高み、チュンチュンなんて未来も見てるってこと。いや、かっこいいですね、この一打も。ちょっと裏目かな、ローソー。手塚は依然苦しい手配。そして日吉単葉でね仕掛けてくるかな。まだはい、三蔵は地位するでしょうね、渡さんね。ドラのリャンゾを使い切る三蔵。地位したいところか。日吉5673色含みのいいシャンテン。いや、これはドラが。パソかな。目いっぱい。まだ地位総引きとかも全然残してってことですか。広くなった。さすがに7万にしますか。さすがに7万でいいですか。古川さんはヤンシャンテン戻しだ。パーピン。いいシャンテン。受けたね。受けたっぽいですね。そして仕掛けでパーソンですか。いいシャンテン、大谷。ドラ頭だってもいいしね。いいですね、ドラ。これは。9万打っちゃってるからね。そうですね。ピンフのいいシャンテン、高めドラ。日吉も。勝負でいいシャンテン。大谷も仕掛けてます。一応いいシャンテンでしたけどね。うん。ブースはフリテンですからね。よくてテンポ。ああ来た。闇手あるね。パーピン4枚切れなんですよね。リーチ打った。リーチ打ちました。パーピン4枚切れですが、ウーピン危ない。あ違うローピンだ。中筋のローピン切ってスチソン待ち天敗大谷。3色もついてるね。はい。2、3、4、3色ついている。そしてここも天敗。ああパーピンウーピンは山に残り2枚。5万切りもあるね。沈んでる親だからわがままに行きたいかな。ドラがないけど5万切って闇天かな。いい数万別に通ってはないがここは我慢だ。トーナメントだから宝珠はいいね。きついと。このね、日吉のリーチ、そして魚谷の仕掛けも受けています。手塚、ぐっと我慢して一旦受けに回る。ウーピン2枚。そしてチーソー。5万通ったね。手塚さんまた天敗復活あるね。ありますね。5万が通れば。先に5万打つ考えてるか。ウーピンだ。日吉の上がりになりました。リーチ、はい。リーチ3色ドラ18000点の上がりは日吉。魚谷からの直撃です。で、はいはウッパーピン危なそうですけど、ローピン3枚見えちゃったのがね。通りそうなウーピンにもなりましたか。しかもパーピン4枚切れですもんね。トン4局へと移ります。日吉の親番ドラはローマンです。魚谷白と一シャーチャ古川は相当いいですね。3、4、5丸見えですね。丸見えの手配、二度見するくらいいい手配でした。統一も増えてきた魚谷。相当良さそうなのが古川です。3、4、5、3色丸見え。6万があるからね。どうするか。もう1枚引きたいですね。ここ。まあ一回パーソーズ、まあ磯でもね、ピンクドラ1嬉しいですよね。はい、はい、このリーチ判断今日はちょっと面白いというかね、面白いですね。いいシャンテンにちょっと取りたくないけどね、なんかいいマンだと欲張りたくなる範囲でもありますが、いいシャンテンです。これは絶好、絶好。数層欲しいね。数層欲しい。数層出たらどうするのかな。上茶から泣いちゃうんですか。ちょっともったいないよね、あの手だったらね。泣いちゃうんですか。これはいい数層か。数層切って闇天徹底するね。苦しいからね。あ、これ数層はちょっと危ないね。ちょっと危ないですね。久しだもんね、手はね。形決めちゃうかも。3万からですか。でもちょっと危ないね。闇天じゃちょっと止まりようがないですかね。日吉は使える数層です。この劣勢でもね、あのいい数層闇点できるんだから古川さんはね。いやさすがにリーチ考えてるか。リーチだ、古川のリーチ。いい数層待ち、こうなれば手塚さん補充しなさそうですね。止まりそうですか。よっぽどか3品とか引いたらもしかしたら魔が差すかもね。刺しちゃうかもしれないですね。現状イース総山に2枚、結構薄かったですもんね、イース総ね。続々とねターチャに流れていきました、このイース総。親の日吉もこのリーチにはちょっと向かいづらいんでしょうか、トーナメントです。ここ浮きたいとこなんでね、後鳥さんトップ取られても自分は浮きたいよね。まあトータルはねほぼ並びですからね、手塚さんと。お、高い方積もりました。高い方古川の上がりです。リーチ単用ピンフツもドライチ2000、4000の上がり。古川今日、気持ちいい上がり初めてじゃないですか。あ、確かにね。漫画3人浮いて手塚さんがきつくなりましたか。はい、難入です。魚谷の親バンドラ3品、親番の魚谷の手配です。なんか悪くなさそうですよね、まずまず仕上げられそうな手配、もう4面つ分のターツありますね。手塚はドラターツあります、この形。チュンがあんこです、日吉。まあどうしていくか。なんかちょっと手は悪く見えるね、手塚さんのは。そうですね。一応ターツはいっぱいありますけどね。これはもう一通じゃなくてね、4、5になればいいやっていう。4、5、6の3色。しか3品引きでもいいしね。シャアが重なりましたよ。9品にしましたか。いいシャンテンを取り。ウーピンとか引きたいね。もうたくさんのウーピン引いて7万、8万って切ってね。すごい高い。そう、超高くなる形がありましたね。9万ちょっと3枚切れてね、嫌な感じになりました。まあパーソン打ってるからさすがにこのチーズはつもぎですか。9万がこれで4枚見え。ああ、であればなんかこう自然にね払っていきたい。ターツになりましたね。7万パーマン。あ、これこれ。嬉しい。これこれ。これこれ。いいシャンテン。これは嬉しすぎるよね。何引いてもリーチになっちゃいそうな開始ですけどね。何引いてもでもね、1万2000以上になりそう。うわ。いやでもこれ闇点とかにされてもちょっと。闇点。闇天の5%ピンサブローないか。8万打つか、もうこの手はもうサブローピンサブローマンでいいや。まあ広構えましたね。全部リーチですね、きっと。どうなんでしょう。どうなんでしょうかね。どうなんでしょうね。打点的には全部闇点の1万2000の時って高め安めがある時しかないんで、高め安めがある時だけですね。3品引きとかで確定がないもんね。確定するのがないんで。あ、これは確定の可能性がありましたね。一回どっちも狙ってやるぞと、どっちかの3色。ただ日吉が仕掛けてますからね。リャングパーピンが欲しい。いいシャンテンこちらです。うわ、持つと怖いね、このローピンは。怖いですよ、持つと怖い。今度はだってローマン引きは闇点ありますもんね。ローマン引きは闇点だね。いや、今気合いのリーチもあるけどね、渡さんは。どっちもありますね。どっちもあるけど、状況的には闇点になりそうですけど。少しずつか手が整ってきました、手塚。良三が打たれるようなら日吉に天杯が入ります。この良三。そうだね、この良三3色で残してたんですけどね。うん、まあ日吉さんにも打ちにくいよね、この良三っていうのは。実際ね、ポンされる、うん、はい、当たりになってもおかしくはない。パーピン。ただこの順目になっちゃうと宇谷さんどれ引いても闇点あるかもね。うん。5800十分で。いやでも闇点でも高い。5%はね、まあまあみんな打ちたくない点数ですよね。持ち点。今の状況だと3万。行きましたね。3万いった。ちょっと受け気味かなと思っていましたが。うん、日吉もそろそろ闇点が1人くらいいてもおかしくない。チーピンだったね。3万だ。3ピンでさすがに3ピンドラだから、そうです ね出ることはあんまりないです。6入り目ですね。でもいいシャンテン、古川さんもドラの3ピンも1枚ドラの3ピン1枚だけですかね、山には。怖い怖い。ああ、これはもう3色じゃなくなっちゃった。魚谷が天敗、サブローピン。高めの3ピンが山に残り1枚だけ。引けるのか？3ピンいる、1枚いるの？1枚だけいます。いますよね。はい。一、うん、枚、この順目に一枚いればね。引いたら。天敗できるか。うん、ここは。穏やかに、ね。はい、穏やかに。終わりそうですね。流局になりそう。天敗。あ、違うか。違う、違いますね。うん。ここで流局となりました。第1局は親番魚谷の一人天敗での流局です。山に3ピン1枚いましたが、ここは穏やかな決着。第1局1本間です。魚谷の親番連チャンドラが良三です。マンズが少し多い手配でしょうか。面白い手配ですね。なんか4と1で生かすもありますよね。そうね。自敗重なったらチートイーシャンテンですけど、本一行きたいですもんね。こちらはイーシャンテンでしたでしょうか、古川。ダブリーチャンスでした。ドラドラは日吉。ドラドラの日吉さん、これね。一回一枚切る？それともリャンピンでもう一気に行きましたね。これ多分全部なくパターンじゃないですか。ペイと9万と初も5万はさすがに。5万だけ辛いかな。5万はちょっとやりにくいね。やりすぎ感がありますけど。ベンツ1個壊れちゃいますもんね。あ、ペイ打たなかったですね。日吉役をつけたい。うわあ、名本チートイーシャンテンだ。統一を落としてチートイツのイーシャンテン、しかも面本付き。これ危ないですよ。手塚もチートイーシャンテン。手塚もチートイツイーシャンテン。泣かず。ドラドライーシャンテン。怖い。泣かないと怖い。泣いてくれた方がまだ穏やかよね。5%ぐらいだからね。これだともう羽満球ってことですもんね。チートイツイーシャンテンだけど、手塚もちょっとメンツでいきたいか。ドラドラ。イーシャンテンだよ、3色。いや、ここはぶつかるぞ。めちゃくちゃぶつかるね。古川さんもイーシャンテンで。だって古川ダブリーチャンスだったんですよ。自分が一番早いに決まってるって思ってますけどね。この順目でみんな手が。ペー、中津でしたね。これは名本チート1本なんですよ。うわ、これは怖い。どうなる？これでよりメンツでか、手塚も盾もある。何いいだろう。さすがにリャンピンか。ドラリャンゾーイーシャンテンですもんね。かでもちょっとこれペン2枚スルーしてますからね、メンツ手っぽくもなってきましたが、そうなんですよね、メンツで復活もなくはないよね。8万匹もあるんで、あるかいいや。ここはこのローマンでターチャから国士とかに見えるんですかね。どうだろうね、どう見えるんだろう。ちょっと証拠があってのイーソー3枚チュン3枚、ローマン打ちでしたが、こういうのですよね、パーマンね。パーマン立脚ね、メンツの意向がありますけど、これを考えてたわけですもんね、おそらくあの証拠の間。手塚もチートイツ1本に決めました。違うって感じよね。そっちじゃない。古川もいいシャンテン継続。手塚もチートイツに決めてます。序盤のピンズの切り足でこの数値ピンがよく見えたんですよね。重なりが。いいだろうと。あともチーピンは結果悪くなかった。チーソーなしか。チーソーがそうですね、一枚切れ。日吉もなかなかテンパイ入らないドラドラ。仕掛けもそろそろ考える時期ですかね。4番のはずでしたね、日吉さん。急走肩上がりですけど、そうですね、この形4番本のね、なんか親の魚谷からはちょっとこう異様な気配はありますよね。チュンが4枚見えましたね、情報としては。もうだから国士はもう完全なくなって、じゃあ何なんだと。あ、これが打ちにくいかなと。でもおかしいですよね、両ピン統一落とししてるのに、国士がなくなった感じに見えるのかな。もう読まれてもいいやっていう感じで一番合わせました。ルカさんリーチ。三層引いてリーチ、ウッパーソー待ち。ウッパーソー四山。打点こそあまりないですが。メンホンチートイツのいいシャンテンが長く続きました。魚谷塚さんはチートイツイーシャンテン、チーソーが筋、ローピン9ピン取ってウピン早い、3枚目で3枚目へしましたか。そして日吉もドラドラでイーシャンテン、ここも長かったですね。三蔵打ちにくいからね。スーピン、これは言ってますかね。同じ理由ですね、手塚さんと。あ、同じ理由。ピン3枚目の。あ、リャンゾーポンだ。ならば、急走で上がれる日吉のテンパイ。急走ここに1枚。山には残ってない。バーソー圧倒的有利か。大谷さんはメンホンチートイ張ってどうするかですかね、大谷さんは。張るともしかしたら急所危ないけど。ローミはと、あ、でも日吉さんに通ってないですね。リーチには通ってますね。20前にリーチには通っている。まあ念のためやめですかね。念のため。積もった古川の上がりです。リーチ積も500戦の上がり、一本馬600戦100。古川がリーチ積もで魚谷の親を流しました。第2局です。統一落としの分メンホンチートイ、もしかしたらリーチなんて考えてたかもね。統一としての短期待ちっていうのは盲点になるからね。盲点。ああ、そして古川好みの手じゃないですか、これ。中南統一ね。中南統一。キューピもある。キューピもある。あ、空想から、うん、なんちゃ手塚です。初統一。形はいいでしょうか。日吉ソーズ一メンツ。いいペンチ万引きからです。魚谷。お？シャーか。うん、本一行きたいけどどうしますか。どうしましょうか。これ日吉さんのキューピーはね、古川さんポンするかもしれないですね。もうキューピンから行きますか。うん、まあキューピンからね、泣くイメージありますけどね。ありますね。まだ出ない。ただ何からになりましたね。これならもう白ね、2枚切れの白か。あ、キューピンだ。2つ仕掛けることできました。古川イーシャンテンターツ選択はペンチーソーを残しました。ルカさん何泣いてたんだよね。はい、で3品2品切れば本一ついたなと思って、ペンサンゾペンチーソーの、あ、キューピンポンから、ごめんなさい、キューピンポンだ、ごめんなさい、キューピンもポンしちゃったんですよね。キューピンポンがピンズの本一の方が絶対近いですよね。すいません。これでチャンタなんですか。チャンタもついたペンチーソー待ちでするか。ちょっとポンしていいですか。いいですか。いいですか。今現状3900ですもんね。なんかしそうな気がしますけどね。とね、いろいろ高くなりますけど。どうするんでしょうか。そして日吉も天敗、チーマン切ればカンサマン。楽しそうですけどね。そもそも切られるかどうかっていう問題もありますが。あんまり肌が短期見たことないなと思って。ルーカーさん。やっぱ選択が残るようにしてるんですかね。うん。まあ守備力も下がっちゃいますしね。そうですね。ウーピン。ノンって言われたら嫌な牌ですもんね。あのウーピンは。ピンズだとしたら、通りそうであるけど、まあ風浪がね強いですよね。ナンキューピンポンと、あと1、2、3でピンズね、三風浪が。マンかな。あれ二差しもある。高くなって帰ってくるかもね。高くなるパターンあるね。このペンチーソーは山には残り3枚。3枚、十分ですね。十分。出上がりも全然ありそうですね。このチーソーならやっぱピンズに注目がいきますかね。まだ4番持ってないからね。ドラまたぎだったら別にいいかな。2級ぐらいですもんね。こういうだから初とかでロンって言われるとちょっと嫌ですよね。すごい高いパターンありますもんね。まあ二差しはいいやって感じですか。ああ、ただ初が通る。これは嬉しいですね、日吉さんにとっては。はい、日吉にとっては朗報、この初すでにイーシャンテンです。ペー、これも比較的通りますか。そうね、2枚切れなんで。ピン一応、まあ、ペンサンゾを払ってるから。でもね、地獄のペンタンキもあるよね、本一。地獄のね、ありますね。2回戦難2局、古川がペンチーソー待ち転敗。ターチャは少し受けるような形でしょうか。初の統一落としは手塚。日吉だけがいけるかどうか。頑張った。あ、チーソーここに1枚。あと2枚。相当でもなんかピンズ通ってきて怪しくなってきましたね。怪しいね。僕にはドラまたぎに見えちゃうけどね、サブローマンとかね。あ、天敗。リャングーピン現物待ち天敗、日吉。親の古川の現物待ち。積もった。古川の上がりになりました。なんちゃんた。1300オールの上がり。2つ目の上がりはね、ありませんでしたね、日吉さんね。頭統一落としてるんで。何2曲一本歯で釣ります。古川親番連ちゃんです。仕掛けた上がり切りました。ドラはチュン。まあずっとやられてるとこれ結構みんな麻痺してきますよね。古川さんの仕掛けは受けっぱなしでやられちゃうし、かといってね、いざ攻めたらね、ドランコとかもあるじゃないですか。だからつかみどころがないというかね。でもどっかで気合い入れて踏み込まないとね、古川さんのいいようにやられちゃいますからね。39,000点持ちトップ目になりました古川です。もう1回戦のね負債をね半分以上返してますからね。ほとんど返して。今トップでしょ。はい。このままいかれるようだとね。しかも押し引きで勝ってますからね。そうですね。手は弱くて強い顔を作って相手を引いて、遅い順目で上がると。古川らしい。らしいというね。上がりが発生しましたが、ちょっとここね、このままやらせてるわけにはいかないですよね。タラちゃんもあ、これで台まで行くことはあんまりなさそうですが、とはいえ、まあドラなんでね、チュンが。第3弦まではちょっと厳しいような気もしますが、297か。刻むもありますね、ポンテンでね。でもちょっとペンチーマ払いそうなシフトになってますけど、すでにイーシャンテンは日吉、そして魚谷もペーチャでペーといつ1枚目はスルーでこの形です。もう親長そうだからね、ペー泣きたいですね。ペー泣いてチュン切りになっちゃいますけど、またここにチュンがばらけましたね。ああ、ひよりさんペンチも払おうか悩んでなんか血そってるしね。なんか切りそうだね、ペンチーマンを。具形の部分をね解消したいか。イーシャンテン手塚です。泣かずでしたね。チーして白髪シャンポンでしたけど。泣くもありましたか。まあでもチュン引いたらかっこ悪いからね。7万するね、ない泣かなきゃチュン引いてたってわけにはいかないだろうから。ああ、またこの仕掛けね、チュンがストップ。そうね、チュンが切れなくなっちゃうからね、周りはね。この古川の仕掛け、古川以外がだってチュン持ち合ってますもんね、これ。だから古川さんの手だけが進むんでしょうね。あーに2つ目の仕掛け転敗、サブローピン。お、これ両ピン引いたら面白くなりますよ。あ、トイトイまで、あ、3色までついて、ね、そう。あ、でも両ピン2枚切れか。無理でしたね。無理だ、2枚切れ。数ピンも2枚切れ、このまま上がっちゃうんじゃない。確かにちょっといいマッチですね。逆によく見えちゃうね。ローピンなし、3ピン1枚。意外と普通の街でしたね。意外とやっぱりないよね。見た目通りないね。見た目5枚ないですからね。で手刈りも相当、まあウーピンチーピン引きはいいのか。そうですね。いや、またチートイスが一応ありますか。もうそうですね、大谷チートイス復活あるか。ただローピン危ないですよ、そうすると。確かにローピンいけないしね。ローピン重ならないですから、チュン重なったら宝珠もある。日吉もね。いやー、これはもう経験の差でこらえちゃってますよね、この仕掛け。カンチーピンもありましたが、ここは手出しをしない選択。まあ数ピン見えてて、このサブローピンがよく見えるんでしょうね。やっぱりほんのりよく見える。またイーシャンテン復活ですが、チュンだって打たないんだろうけど、だろうからね。まあ一応念のためいろいろ考えてますよね。初は短期じゃないと当たんないし、9万はトイトイドラドラ嫌だな。トイトイドラドラ嫌ですよね。ありましたね。在は2回戦難2局1本間です。天敗だよ。天敗ははい、取らずね。打てばね、打てばやっぱ打ちづらいですよね、この古川の仕掛けを。そうね、トーナメントだからね、ここで1万2000打っちゃうとね、あっちゅうんで1万8000までありますからね。トイトイまでつけば1万8000の牌。5回戦とはいえ、ここで1万8000打っちゃうと離脱されちゃうからね。それは嫌だ、それは避けたい。日吉は白ポンチュン重なれば再度天敗です。想像はね、おそらく天敗取らない選択にはなりそうです。ドラバチュンがここに来た。天敗ではないね。さっきね、ウーピン、そうウーピン切りました。ノーピンが大だからね。なんでチートイツで1万を捕まえるっていうのは無理ですね。そうですね。白がポンできました。これはまあ嬉しいね。十分嬉しい。準短期連敗取れたのは日吉。三ピンがここに。これで古川さん待ちなくなりましたね。はい、サブローピン山からなくなりました。日吉さんもないから。あとはいけるかいけないか。この一杯数層は。いくか。2枚あるしね。2枚ある分トイトイにちょっとだけ当たりにくくなってる。ちょっと当たりづらい。なんか1個はピンズっぽいですよね、シャンポンだったら。構成的に、手配の構成的にも。これで流局です。難2局一本場は古川そして日吉の2人天敗での流局です。難2局2本場ですね。2本場になります。古川親番連チャン、非常に古川のペースというようなね、やっぱり対戦したことがそんなにないじゃないですか、古川さんと。だから目が慣れないっていうかね、とんでもない球を投げてきてますからね、古川さん。すごい遠いとこからね。そう、慣れないとちょっときついですよね。どこから来たんだっていう時もあるし。あるしね。まあ本当にうまくねやってますよね。はい、今回もちょっと泣けそうな手配じゃないですか、白チュンといつと。これ5回戦になるとね、相当ね、みんなね疲労するんですよ。古川さん疲れてないんですよ、この年で。この年でですか。みんなが古川さんの仕掛けに疲れ出してくるんですよ。75歳、古川浩二の仕掛けに。仕掛けに最後で結構ね、みんなで捕まるんですよね。まさかのみんなが消耗していくという。僕は経験ありますよ。これ5回ね、古川さん見てるとね、すっごい疲れちゃう。ちょっと。なんかでも分かるでしょ。分かりますね。これ5回、この人と5回戦うのこっち疲れちゃうんだけどって。ちょっと私はねなかなか古川さんと戦うことはないですけど、おそらく選手の皆さん相当疲れますよね。ウッパーマン天敗入りました古川です。もう何が何だかね、何が何だかよね。私は解説なんかは、ね、実況なんかはね、してるとは思いますが、日頃頭では分かってるけどね、やっぱりいざ対峙してみるとね、違ったりしますよね。古川の上がりとなりました。難2局2本場チュンですね。1500、2本場2100の上がりです。魚谷が宝珠となりました。波乗ってきましたね。乗ってますね。波乗りです。打ちたくない。見てると楽しいけどね。一緒に打つのはちょっと勘弁してほしい。その対戦はね、リーグ戦の方で皆さんね、楽しみにしていただいて。何曲は3本場ドラ数万です。ちょっと外が多い。なんがドイツ、白ドイツは手塚。だから中途半端な手をもらっちゃった時ね、古川さんはやりにくいですよね。もうこれいくでしょっていう手をもらっちゃえばやりやすいですよ。うん、もうこれ例えば4万がんことかで入ってさ、あもうそれはね、じゃあもうこれいくでしょみたいな、はい、こういう手も難しいってことですね。そうね、こういう手になっちゃうと難しいですよ。でも手これですからね。うん、そうね。うん、後ろから見てたら全然まだまだなんだよってまだ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 くらいかかりますよ。どっから来てんのって思っちゃうけど、やっぱ打ってるとね、たまんないよね。こればっかり何回手出し出てくるんだっていうのね。ね、いいピン。顔厚いよね。顔をポンしてこう圧がかかりますよね。はい、2つ仕掛けて。確かに圧だけで戦って、いやもう麻雀手じゃないんじゃって話よね。圧だけで戦えるんだっていう勉強になります。いやだな、古川さんにそう言われたらね、うん、その通りだと思いますっていう気になってきますけど、日吉もちょっと苦しいかな、どうでしょうか。結構バラバラでしたけど整ってきました、うん、古川。どっから行かなきゃいけないですからね。そうなんですよ、うん、そのどこかをいつにするかって本当難しいですよね。現状浮いてるじゃないですか、日吉さんは。浮いてます。だから浮き守れるんだったらまだここじゃなくていいかなみたいな。逆に手塚さんはどっかで行かないとね、このままずるずるといっちゃうからね。まあこの半ちゃん厳しいですけどね、残り3回半ちゃんこれが来るんで、これっていうとこれっていうとしてこれですね、これ怖いですよね。もう一回ポン来たらね怖いよね。トイトイもあるし、打点も高そうで、あただいいとこ引いたかな日吉。ペンサンズを引いた、いいシャンテン。魚谷はチーピンすでに切っています。缶はあるか。缶していきましたね。ローピンの暗缶です。ああ、いいとこ引いていいシャンテン。そうですね。両面。魚谷さんなんかちょっと頼もしいよね。突破力あるからね。古川がテンパイ、リャンゾー数層シャンポンはリャンゾーありません、うん、数層が山に残り1枚。パーソーがねさっき手出しだったんでね、この9層ってやっぱり思っちゃうよね、手塚さんの位置だと。そうですね。リャンゾー数層待ち、テンパイリャングソー、リャンゾーはないんですが、うん、こうなってしまえば古川さんもどちらかというと守備に回ることあるんで、どうくるか。リャンゾちょっと危ないかもしれないですね、そうすると。そうね、あ、ドラが通ったな。ああ、ドラの数万が通る。日吉もやめだな。9万でね、もうちょっとさすがにこの状況で7万ないでしょ手塚さんっていうのはあると。ローピン缶か、失礼しました。ローピンの暗缶全然余裕で切れますね。余裕で切れそうでしたかね。3ピン数層、数層って本当ギリギリですよ。小層切れてるからでしょ。数層ってなると今度リャンゾーもピンズでもサブローピアンの問題もあるよね、ローピン缶のね。まあ一応追い込まれてるからいろいろありますよね。状況的には何でもありそうですかね。大谷シャンテン、古川テンパイ外して復活イースピン。自分でポンしてるイースピン。積もったー。手塚の積も上がり、リーチ積もドラ1、1000、2000の上がりです。3本馬1300、2300ですね。700ずつを次。ちょっと戸惑ってますね。はい、ちょっと両替などありまして、はい、支払いが終わりました。南三局へと移ります。手塚、この半ちゃん非常に苦しかったですが、ようやく上がりを決めて、いい雰囲気で親番になりましたかね。まあ、展望こそね、まだ苦しいですけど、一つの上がりはね、きっかけになる可能性がありますよね。南三局です。ドラがウソ。ピンズ一メンツ。なんちゃひよしです。ピンズが後継ドラ一枚。こちらもピンズ一メンツです。チュンといつ。端っこ寄りですかね。どうしましょう。中盤からドラメンツありますかなり、いて古川です。ダブナ重なりましたか。ダブナンって言われるとなんかちょっと欲が出てくるんですけど、すごい数字引いた。すごいとこ引いた。いいシャンテン。ドラが1枚あります、日吉。ニャンパーソンの形ですか。にしましたね。これはさすがに仕掛けないですかね。これは仕掛けないと思いますよ。ああ、仕掛け、あ、いや、あります、あります。展望的、はい、持ち点的に全然あります。42,000点でオーラス迎えるんで。ああ、パピ。痛い痛い。スチマンは。僕は泣くと思います。あ、泣きますか。はい、打点的にはちょっとね、なんか、でも局面的には泣くよね。あれがカンチャン両面だったらカンチャン泣くでしょ。泣きます。泣きました。はい、全然泣きました。あれを両面両面って見ないでっていう。多分ね、僕だったら泣くもあるかなって、ね、はい。局面的には確かに仕掛けも。ただ受け入れ広すぎるからね。ちょっとこの形になっちゃうと泣きたくないね。さらに広がりましたね、さっきのツモで。なんか泣かないで1枚引いた方がその上がり率高いような気がしますけど、僕は相手に警戒されない分すぐにテンパっちゃいそう。テンパイースーソーお打ちました。リーチしませんでしたね。やっぱしまいですよね。はい、イースーソー待ち。そして手塚のこの難はもちもちですね。日吉、はい、ダブなんだったんですが、ただ日吉は一通のね、そうなんですよ。ドラが浮いている一通貨もあるシャンテン。両パンにした。はい、両パンそう。手がたいね。パーソンも危ないかな。どうでしょうか。ローピンも別にね、そこまで。いそうってのもあるけど。親だと何に頼りたいからね、パーソン論争になっちゃうような気がしますけど、小さよく見えてるのかもしれないね。いいそうだ、耐えた。耐えたね。あ、ただこれ日吉嘘当たりじゃないですか。あ、本当だ。これも。あ、大鳥さんもちゃんた系のなんかすごい手。いいシャンテン。マンズ払った本一でもね、白引いたらすごいことになるね。ここは一旦白切り。いいそうといくか。ローソーくっついた。これはウソ助かったね。でもチーソー切ってんのか。いやー、ローソー切るとまた危ない時間始まりますね。時間始まるね。でもちょっと振り手のスチーソーそんなに悪くないんじゃねみたいな。悪くないんじゃね。ああ、じゃあマンズ外しちゃおうか。すでに転敗は古川リャングパーソー待ち。悪くないんじゃね。スチーソー振り点。リーチもあるか。リーチだ。リーチありましたね。まあね、相手を下ろしたいのがね、手がいいんで、時間を稼ごうっていうのが狙いですか。スチーソー振り点ですが、4枚山。4山は十分。降りてくれるのか古川。いいマン筋ですね。これでも嘘とか掴んだら痛いよ。嘘は痛いね。嘘を掴むのは痛いか。痛いけど。2枚いますもんね。ああ大さん来ちゃった。ああ来た。トンチュン待ち。古川さんもリャンピンプッシュですね。はい、押してますねこれは。そして手塚苦しいよ。イーソーちょっと通りそうな感じありますからね。ああイーソーになった。トンチュン待ち。嘘。嘘助かった。あ助かってる。これは魚谷はいかないか。打ちたそうな感じしてるけど。魚谷さんここで嘘補充するときついよね。ああトンかチュンか。行くもあるのかいやトンだ。どうせオーラス頑張るんでね。数ピンですかね。おろせだ。うん、数ピン持ってリャンゾー切り、これは。日吉に風が吹き始めたか。連敗復活。役はない。役なしか。役ないです。数ピン短期。パーソー。こらえたね、日吉さんね。いやー、日吉、これはいいリーチ判断になったか。ということは？ということはこれは誰に風が吹いているかっていう問題ですね。明白ですよね。はい明確です。山に3枚の数値そう。これで積もれなかった日はないね。あでも1枚減ってる。これであ小そう。あでもこれ数層中筋だから、うん、ほんのり通りそうで。うん、で親粘りたい地して数層じゃないかな。じゃあ地か。したこんなヘボい町いないだろうと積もりそうあと2枚振り点ながらあと2枚おあいや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 嘘は切れないですよねドラだもん数ピンっているの数ピンは1枚数ピンたまに見るよね。たまにありますね、確かに。うわあ、また選択。なんはね、ダブなん、ションパイのダブなん。チーマは通ってる。ローマンも。ピン。は3枚だけど、ピンズはやだよね。ワンチャンスもうね。この順目のは。やろう。ノーピン。ワンチャンスにしましたね。あと2枚。これ積もれなかった日はないんですもんね。この風の吹きようは積もれなかった日はないぞ日吉。くー。積もれませんでした。積もれず。積もった日があ下げてこやばこれ手塚さんの知恵が効いたんだよ。知恵がなければ積もってた。はい手です。数ピン？おお小そう。なんと。南三局は親の一人脳天、親の手塚一人脳天での流局です。いやー、きつすぎますね。ギリギリまで粘ってローピンも押したんですが脳天。南四局一本場へと移ります。日吉の親番です。ドラローマン。ちょんちょんはちょこっとずつ見せていくスタイルなんですね、日吉ね。ね。うん。大したハイパイしてなかったのにね。じらされても困るんだけど。あれがね、いいシャンテンぐらいだったらね。今までちょっとハイパイ良すぎましたからね。これぐらいだったらね、パって2枚見せてあげたいね。南四局オーラス一本馬強卓一本ということで手塚どこ目指しますかね。まあとりあえず12ポイントにならないようにね、マイナス4、日吉が沈んでるうち、うん、まああとは素点回復、現状はトータル2番手ですからね、マイナスでもね。本当ですね、うん、まだ全然2番、まあ、全然ってほどでもないですけど、うん、一回ここ軽く上がれたら上がって、まあ、切り替えてまたね、うん、次につなげるじゃないですけど、うん、ただやりにくい半ちゃんでしたからね、この半ちゃんっていうのは。いや古川のね、うん、うん、仕掛けに結構対応していましたね。だから、残り5回でね、残り3回で、はい、あの仕掛けに対してどう立ち向かっていくかっていうのが、うん、いや本当に見ているだけでもね疲労するような、うん、結構いろんな仕掛けがあったり、うん、基本はまあいい時は行ってぶつけちゃうが、うん、ぶつかっちゃう時もあるんですけどね、ぶつけちゃった方がいいと思います。乱蔵のポン、日吉です、親番弾陽のいいシャンテン、五谷きついて、はい、今回は受けか、古川はどうしていきましょうかね。どうしていきますかね。単陽になるのかな。になるんですかね。私は手配がまだそんなに良くないんで、もうちょっと終盤勝負かなって感じですか。ちょっとまだ形が悪い。うん、手塚割りアングッパー層がね二度受け。あと2枚欲しいね。ドラドラにはなりましたが、魚谷どうする、うん、結構やるんじゃないですか。結構やりますか、うん、このドラ引きで多分恣意的ね、うん、あ、関数マンやりやすくなりましたかね、魚谷、うん、魚谷さんやりやすいですね、うん、結構幅広く仕掛けてくるんじゃないですか、うん、よっしゃ、天敗、リャンウーマン、今取った2万はまあ掴んだら盲点ですね、地位しなかったじゃないって話になるんで。ですね。で、タンヤオですか。あ、タンヤオだ。積もった。日吉のつま上がりです。タンヤオ500は600オールの上がり。これで日吉さんちょっと。とだけ沈みにくくなりましたね。強弱と600オールで。そうですね。南四局は日本馬、日吉の親番連チャンです。大きいですよね。この600オールはだいぶ。大きいですね。ドラがシャー。まあ一応降りる選択も。持つことができたと。脳天でも耐えられる。うん、そうね。可能性はあります。お、なんか多いですね。今日こういう白チュンといつとか。4といつあります。シャーはドラ。シャードラドラ魚谷です。ただなんちゃ。ペンチ装備機。二メンツ。ね、具系多いけどね。キーハイ引ければ一気に。うん、リャンマンから。あれ？ペイちゃん。なんか全員すごいですね、うん、今回。面白いね、全員ね。魚谷さんのドラドラがねちょっと霞んじゃうぐらい形悪いですもんね、うん、ここはね。あ、まあ古川さん悪いか、そしたらさすがに悪いかあ、まあでもこれでまたちょっと良くなりましたね、ピンフ系。具系1枚引くだけでだいぶ上がれそうですね。ああきついところね、1枚だけでも解消できれば。ああ、ただ魚谷いいシャンテン嬉しすぎる。一番乗りか何切んだろうね。チーソーはまだ切らない選択。9枚1枚切れ。9万切る、あ、9枚1枚切れだからか。1枚切れでした。ウーピンなんてのもあるよね、柔らかく構えて。ああ、ウーピンもありそうですね。後継ピンズ後継にね。シャンテン数は落ちますが。お？そうずもあるのか。ああ、本一だ。ローピン引きは痛いよね。スーアンコンも遠くにあったからね。あー、ローピンは引きたくないな、うん、さあひろしさん、ハツも引きたいけどシャアも引きたい。やっぱりでもハツは切れないんじゃないですか。じゃあ何切るのですよね。マンズ、相当高打点寄りですね。もうハツはなんか選択肢から除外されてる気がしますもんね。うん、でも速度がね、あ、いいとこ引きましたよ。リャンソーチーソーとトーンが欲しい。リャンソーチーソーとトーン、はい。いろいろ。パーソンもいいですね。古川さんから以外の出上がり、あ、テンパイだ。テンパイ、何？トーン短期かパーソン短期か。一応一通変化見たらパーソン短期あるんだよね。ただ現状の上がりやすさ優先ですか、うん、トン短期。これは古川さんから上がりたくないね。トン2枚切れかな。2枚切れ？うん、ああ、止まんない止まんないトンだ。1000点。手塚の上がりになりました。ペイ本一8000、日本馬ですね、8600の上がり。以上の結果をもちまして、2回戦はトップより古川。2着浮きです、日吉。3着魚谷、4着手塚の順で終了となりました。続きまして3回戦です。